自分の研究であるブラックホールの蒸発問題について一般の人にもわかりやすく解説したいと思っています自己紹介です理論物理学者の沢山慎太郎です1978年静岡県生まれ2001年慶應義塾大学理工学部物理学科卒2007年東京工業大学理工学研究科基礎物理学専攻修了の理学の博士です 専門は一般相対性理論です。他に哲学や言語学の研究もしています。Amazon や Apple で電子書籍を販売したり無料配布しています。また音楽も作っています。物理学は大きく4つの分野に分けることができます。まず理論と実験に分かれてさらに基礎と物性に分かれます。それによって基礎理論 物性理論基礎実験物性実験の4つに分かれます自分はこの中の基礎理論の研究をしていてその中でも一般相対性理論の研究者です他に量子情報理論もやっていました基礎理論には他に場の量子論やストリング理論がありますただしストリング理論は間違っていることが証明されました ブラックホールの蒸発問題について解説します1975年頃に有名なイギリス人物理学者のホーキングさんがブラックホールから熱腹射が起こっているという研究をしましたホーキング効果と呼ばれていますちなみにホーキングさんはドクターではなくてナイツの称号をもらっています 熱福射を無限遠方で行っているという理論上の結果ですがそれによって安直にブラックホールは蒸発して消えるとは言えなかったですホーキング効果は曲がった時空での場の量子論から言えますが熱福射つまり無限遠方での粒子の生成はブラックホールが時空を歪まさせるために発生して ブラックホールと無限遠方の中間の時空については何も分かっていませんでした粒子の生成によってまた時空がえがみますがそれを考慮しないとならなかったですこれをバックリアクション効果といって物理学の難問の一つですまたバックリアクション効果を考慮に入れたアインシュタイン方程式のことを場の方程式フィールドイクエーションといいます ブラックホールの蒸発問題は自分が2006年に解くまで約30年間は解けませんでした一般相対性理論の説明です時空は歪んでいますこれは100年以上前にアインシュタインが予測して最近になって重力はの観測によって確かめられました物質があると時空がえがむようになっています その歪み具合を表したものがアインシュタイン方程式で一般相対性理論の基礎になっています。下の方程式がアインシュタイン方程式です。これを理解するためにはテンソルと微分幾化学が必要になります。この方程式から計量 G を求めることになります。ちなみに次にブラックホールの定義を話します。ブラックホールは 光さえ抜け出せない二次元の空間的な面として定義されます。シュバルツ・シルトブラックホールと伝化したシュバルツ・シルトブラックホール、カーブラックホールの3つが有名です。局所的に定義されるブラックホールとしてアパレントホライズンがあります。自分の研究で使ったのはダイナミカルホライズンというものです。基本的に定義は同じです。ブラックホールが持っているのは 質量、電荷、核運動量の3つで、他には何も持たないことが知られていて、無毛理論と呼ばれています。曲がった時空での場の量子論の説明を簡単にします。一般相対性理論のマタータームに、場の量子論の項を入れることによって、曲がった時空での場の量子論という理論ができます。自分が Apple iBooks で、無料で本を公開しています。 それによると宇宙膨張に伴う粒子の生成が起きたりミラーが動くことによってそれと無限遠方の境界条件により粒子が生成されたりブラックホールから熱復射が起こっているというホーキング効果が得られたりしますグリーン関数もわかっていますここで非常に難しい問題は時空が描むことにより粒子が生成されてさらに その粒子の生成によってまた時空が歪むことです。それをバックリアクション問題と言っています。蒸気の方程式を場の方程式、もしくはフィールドイクエーションと言います。右辺は先ほどのストレスエナジーテンソルから導かれたものです。場の項の二乗化分布です。ホーキング効果の説明です。ブラックホールが時空に存在することによって、 周りのの時空をを歪まませて粒子の生成を行います無限遠方で観測される粒子は以下の数密度を持っています。これはボーズアインシュタイン統計に従います。青い部分はエネルギーが負になっている場所です。ネガティブエナジーの説明をします。ホライズン近辺ではエネルギーが負になっていることがわかっています。これはエネルギーがす。 負の粒子をブラックホールが吸い込むことを意味していますが、あくまでも理論上です。これはキャンドラズの結果です。あとは、ガシミア効果でも、エネルギーが負になることが知られています。ガシミア効果は、コンデンサーの間の空間のエネルギーが負ということですが、これは、コンデンサーの間に働く引力と解釈されます。下の方程式が、 ブラックホール金棒での負のエネルギーです。ページの予想と、総金とピランの数値計算の紹介です。ダイナミカルホライズンの厳密な定義です。難しく書いてありますが、光さえ抜け出せないものとして定義されます。ダイナミカルホライズン方程式。アインシュタイン方程式を3プラス1分解して、さらに2プラス1分解して、 先ほどの片方のエクスパンションが0ということを入れると上記の方程式が得られます途中計算は飛ばしました動的なブラックホールのために都合のいいマターを入れた Y 座計量というものを使いますいろいろと途中計算を省きますが最終的に計算すると次の結果が得られます上記の式から ブラックホールが最終的に消滅するとわかるようになっています。これが自分の研究の主な結果になります。結果として左のようなペンローズダイアグラムを書くことができます。詳しくは上の論文や自分が出版している電子書籍を参考にしてください。最後に宇宙全体のエントロピーについて話します。自分の研究によってブラックホールは 熱膨射を起こして最終的に蒸発して消滅するのだと分かりました。これによってブラックホールの熱力学は間違いだとシンプルに分かるようになっています。またエントロピー増大の法則というものが熱力学でありますが宇宙はブラックホールがあるので開放系でありエントロピーが増大するとは限らないです。開放系ですが ブラックホール表面にある表面積に比例したエントロピーを持っています。自分の研究以前はブラックホールは増大し続けて表面積も大きくなっていってエントロピー増大の法則が成り立っていましたが自分の研究によってブラックホールの表面積が減るのでエントロピーも減ると分かりました。これによって宇宙全体では熱力学大に法則である。 エントロピー増大の法則が成り立っていないことが分かりました。